まあ受かってますからね、社学ね。そうなんですよ、よう受かったなと。もういろんなところが通ってますので覚えてた方がいいですよ。6番がこれ僕一番時間かかりました。おう、でもこれはさすがに D おかしいんじゃないですか。読めないから社学は一体何を試しているのか。マジック・ザ・ギャザリングとファイナルファンタジーが好きな人は5番解ける。ということで始まりました「モリテチャンネル」。さあ今回はヤンです。はい、自分においでいただいたんですが、はい、さあ今回なんですけども、はい、まあいろいろ募集したんですね、うん、ヤンさんに解いてほしいところは、うん、どこだヤンみたいな感じで、どこだヤンは言ってないですよねそしたら一番多かったのが早稲田社学。はい、また難しいところを人に解かせようと思って、本当にまあまあまあ解いてて、でこんなんできんのかバイリンガルは。まあ受かってますからね、社学ね。そうなんですよ。いや、よう受かったなと。10年前の社学から難易度は上がったんじゃないですか。ああ、上がってるかもしれないですね、そう言われれば。そんな皆さんどうだったのかっていうのなんですけど、まず正語問題だったんですけど、正語問題ですね。どうでした？これはやっぱりネイティブ的な感覚があると、文章を読んだだけで違和感のあるポイントって気づきやすいんで、割とできたと思います。そうなんですよ。僕らはいわゆる文法でここが違うとかっていうふうにやると思うんですけど、ネイティブはこれが違和感あんなっていうので解けるんですよね。そこはまあ違うんですけど、どうでした？じゃあ1の、はい、1はこれ A ですね。はい、デッドトライアングル、なんか意味変わってきちゃってますよね。はい、デッドリートライアングルじゃなきゃいけないこれはもう、ね、知ってる人からすれば簡単なんですけど、うん、受験生たちは形容詞名詞 OK ってなっちゃうんですね。あ、ですじゃないし、別に大でもないし、OK っていう感覚になっちゃうんですね。やっぱこれいかに表現触れてるかっていうのがね、あるところですね。他はどうでしょう？2番は C ですね。はい、これ「風」の後にまた「ぜい」ってきちゃってるんで、これはちょっと、まあ、どう直すかっていうのをいくつかパターン考えられると思うんですけど、これは C がとりあえず間違ってるかなっていう。で3番はこれは逆に受験生強いんじゃないかなと思う。いわゆる3単元の S ってやつですよね。ちゃんと主語が何か分かってれば解けるやつじゃないかなと。手術の1ってやつですね。はい、そして4番がこれは C ですね。はいはい、単語の意味をちゃんと理解していれば受動体なのかどうなのか。そうですね、まあ、今回はね、バイが後ろにあったりとか解けるかな。アウトウェイとか結構出ますんで、このアウトプラス何々っていう動詞は受験で、まあ、いろんなとこが通ってますので、うん、覚えてた方がいいですよ。アウトセルとかですね、アウトウィットとかですね、出ますので、アウトドゥとかね。はい、さすが予備校やめるだけある。そうですよ。もう今これ放送の時はもうやめて。放送はやめてないです。やめてない。あ、まだギリギリ。まだギリギリいます。5番はこれは C で、アップルーティングじゃないといけないですね。動詞おかしいですね。数合わないです。難しい単語ですよね。日常生活で使わないですからね、そもそも。6番がこれ僕一番時間かかりました。お、分かるようにも思うし、ないようにも思って、多分これないで。って感じですね。これは確か予備校で分かれてるんですかな。元ネタがバッチリある時とちょこっと変えてる時があるんですよね、社学って。ターンダウェイになってますね、これは。あ、じゃあノーエラーで僕は合ってたのかな。ターンダウェイになってます。あ、じゃあノーエラーでよかった、合ってた。ってことは某塾の回答間違ってる。いや、でもこういうのが難しいですね。やっぱノーエラーまで含んでくると本当にちゃんと理解してないと。そうですね、一番いやらしい答え。逆に7番は違和感アンテナに一番引っかかりやすかったですね。なるほど。A の1が間違えてるなっていうのはすぐピリッときました。お、さすが。やっぱり気づける。気づくのは得意なんですよね。で、8番は D ですね。3区じゃなきゃ。はいはいはい。時制おかしいっていうので気づけるかなと。で、9が9も D で、これ IT じゃなくて IS ですね。9も分かれてるんですね、これも。いや、でもこれはさすがに D おかしいんじゃないですか。 Which is cold ですよね。さすがにこれはちょっとどうしたんですか。あら会議するのにそれで気づかないのかな。つまり民主主義が必ずしも最適解を出すとは限らないという好事ですね。そういうことですよ。話をしてる10番は逆にこれ現役の時から受験必須の構文じゃないですかね。ギブンザットですね。はいはい、そうですね。 Dこれは入試難関大ではよく出ます。トイックでもよく出るので、考慮するとってやつですね。表現ですね。そしていよいよ読解たちですね。読解たち、これは本当に受験生いじめないであげてもらっていいですかっていう、もうこれはね読めません。やっぱ出典のイコノミスト率がめちゃくちゃ高いんですね。でイコノミスト、ガーディアン、ワシントンポスト、ニューヨークタイムズで、これもうおなじみなんですよ。社学お決まりの出典なんですけど、だから俺読んだ方がいいですかってよく聞かれるんですけど、読めないから全部の授業と文献を英語でやる早稲田大学国際教養学部の 1,2 年生がめっちゃ苦労して読むやつですね。なるほど。社学は一体何を試しているんだどうでしたか。単語のレベルが高い。もういくつか迷ったのもあるんですけど、はい、はい、ちょっとじゃあ、はい、順番に、はい、1は、はい、まあ難しい単語だとは思いますけど、うん、B のプロロン、長引くっていう意味ですよね。これは単語の意味でいきました？それとももう単語の意味でいきました。単語の意味で、はい、で次はもう推測国詞なんで、アボボーですね、うん、これはもう文脈でやるしかないですよね。3もまあ難しいですが、アダプト対応するでいけるかな。4番がグレーの一番有名な曲ですね。一番かどうか5番とかめちゃくちゃえげつない単語だと思うんですけど、僕趣味でマジック・ザ・ギャザリングっていうカードゲームやってて、万能薬出てくるんですか？出てくるんです。パンシエっていうカードがあって日本語のも万能薬なんですよ。そうなんですね。日英両方あってあれですね、ファイナルファンタジー大ファンの僕は当然エリクサを選べる。なるほど、そうですね。僕も確か解説した時にファイナルファンタジーって言ったんですか、エリクサって言った。マジック・ザ・ギャザリングとファイナルファンタジーが好きな人は5番解けるっていう。受験生はやっぱ高校 1,2 年生の間にやっぱ趣味をたくさんいろいろやってゲームいっぱいやって、ちゃんと高3は勉強に使うべきっていう。授業として6とか若干自信ないですけど、6は A のサーキュレートじゃないかなと。こう散布する、普及するみたいな、そういう感じですね。これはトフルでも時々出て、まああと英検の時かな勉強したの。一瞬 C かと思ったんですけど、多分 E ですね。ロボットがあっても全てが解決するわけじゃないっていう話で、最後は内容1、これ選ぶんですね。8は C ですね。おお、苦戦しました。どうですか？いや、しんどいなと思いました。単語がひたすら難しい。次とガーディアンない問題文がなかったんですけど、はい、問題文なくてもいけました。おお、全部には多分適用されないと思うんですけど、単語の意味とかは大丈夫。イノキュアスはハームレスですね。はい、もう本当に研究とかのレベルですね。僕大学院で地政学みたいなことだったんで、結構このガーディアンでこう出てきた問題、一部だけこの抜粋がネットに残ってたのとか見ると、結局植民地の返還問題だったりするので、ちょっと専門分野だったんで、単語はちょっと知ってたのは若干有利ですね。なるほど。2番が repository 貯蔵。3番の enshrouded がこれ一部の予備校だと encoded になってたんですけど、じゃあもう分かれてもいるわけですか？これ分かれてますね。スマートと、そっか。まあでも cautionary tale とかはまあ間違いなく exemplary tale、 模範的な例というか、まあよくあるパターン。5番のプランダーもこれ、マジック・ザ・ギャザリングでプランダー、略取っていうカードがあるんで、略奪する略取って単語は僕聞いたことなかったんですけど、略奪とほぼ同じ意味で、みんなマジック・ザ・ギャザリングやると英語力ある。リフレインがそうですね。リフレイン、まあこれはなんかほぼ音楽用語ですよね。おお、なるほど。音楽用語控えるでね、覚えちゃってる人多いんで、そんな感じだったわけですね。じゃあ次の大問4はどうでした？動物の話ですね。ウェイクアップコールはまあ僕も結構日常生活で使う単語だと思ったので、1番は C のウェイクアップコールはすぐ出てきましたね。2番も若干類推が難しいんですけど、まあネガティブな意味合いかなっていうので troubled、3が文法みたいな、ね、3はそうですね、once abundance ですね、で今は depleted みたいな感じですよね。まあ4番はこれは obliterates の意味が分かるかどうか、結構抹消するとか、これもマジック・ザ・ギャザリングで抹消っていう obliterates っていうか、結構よく使うから、これ社学志望めっちゃやるんじゃない？社学志望の人マジック・ザ・ギャザリングやって難しい単語で、なんでこれ C のボトムですね。でこうやっぱマジックだけじゃ解けないのが5番でスモーキングガン。スモーキングガン、やっぱこれは名探でこうなんで、ちゃんと硝煙反応についてちゃんと勉強しとかないとスモーキングガンっていうのがデフィニティブコーズってこう生まれた証拠になるっていうのが、これ本当知ってるかどうかですよね。ネイティブだと当たり前だけど知ってるけどみたいに言う人が多いですね、これね。あ、次ニューヨークタイムズも著作権で取れてない。ホブリングはファンクショニングインプロパティ。これもやっぱマジックだけじゃなくてホブリングっていうキャラクターがいないです。これはいないです。アーティスコンサルトのね、はい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 、まあ重要ですね、4の、はい、問題。まあ、大学入試じゃなきゃ英検9とかね、アンセットリングね。そう、サブジェクトこれはできなきゃダメですね、受験生は。これぐらいは知っててほしいかなと思いますね。まあもちろんレベルは高いですけど、アプロクシメリー、これは授業でよく言いますね、近いっていうのは。これはトイックでも出ますので、そういう感じだったんですが、まあ全体を通してどうでしたかね。いや本当現役の時の僕よくやったなと思って、結局社学には行かなかったんですけど、いやこんなんよう解いて倍率当時10倍だったんですよ。今どれぐらいなんですかね。難しかったです。じゃあ来年受験するということで、英語だけならいける気がする。じゃあ SFC を受験するということで、小論文も書かなきゃいけないじゃないですか。確かできます、経営者ですから。こんな感じになりますので、ぜひですね、解いてほしいっていうところありましたら、ぜひぜひコメント欄に、はい、あんま難しいねやめてね。難しくないとバイリンガルの意味がないよね。そんなヤンチーム今ね、はい、ベーシスでやってますから。そうですね、ベーシスでね、ヤンチームの意見聞きたいよっていう人は、はい、ぜひ入っていただければいいんじゃないかと思います。待っております。外国人だからって恥ずかしくならなくて、話しかけてくれていいんだよ、はい、ちゃんと日本語で返すんでね。はい、ヤンチームの衛星日本語めっちゃうまいですからね、はい、今もこれ僕喋ってるように見えてるんですけど、英語のこの同時通訳でこれ森田先生の編集でこれ全部日本語の音かぶせてるだけなんで、本当は僕全然日本語喋ってないんですよ。はい、ではありがとうございました。今僕が首席講師を務めますベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。TOEIC でいうと800点まで、英検でいうと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また個別メッセージをいただけますと、僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて、登録よろしくお願いします。